夏も真っ盛りな今日この頃、いつの間にかセミが鳴き始め、虫や鳥たちがその短い命を謳歌しているこの季節、野菜たちも夏の強い日差しに負けじとたくましく成長した姿で食卓に並ぶ。今日はそんな夏の代表的な野菜の一つ、青唐辛子を使って青唐味噌を作る。そのままご飯のお供やお酒のつまみにしたり、料理にもアレンジ自在な優れものだ。唐辛子味噌の材料は至ってシンプル。好きな唐辛子と好みの味噌、甘辛に仕上げるための砂糖と、味噌を溶いて混ぜやすくする酒の4つのみ。青唐辛子は先の硬い部分を取り除いて輪切りにする。夏バテしがちなこの時期に食欲を刺激してくれる唐辛子。今回使うのは家の近くの道の駅で見つけた伏見唐辛子。京都由来の辛みが少ない唐辛子だ。青唐味噌は柚子胡椒に使うような辛めの青唐辛子で作るのが定番だが、辛みの少ないししとうや伏見唐辛子で作ってもまた美味しい。味噌は先にボウルで砂糖と酒を混ぜておくと、味噌が焦げずに手際よく仕上がる。フライパンにごま油をひいて、みじん切りにした生姜とニンニクを弱火で炒めていく。ニンニクと生姜を入れることで、より食欲が増すおかず味噌に仕上がる。ニンニクと生姜の香りがしてきたら、刻んだ唐辛子も加える。高温で炒めると焦げてしまうので、弱めの中火を保ちながら。唐辛子にある程度火が入ってしんなりしたら、先にボウルで混ぜ合わせておいた味噌を入れ、水分を飛ばすように炒めていく。味噌を入れたら弱火にして、フライパンの縁についた味噌も落としながら、絶え間なく混ぜると焦げつかない。ちなみに今回は合わせ味噌を使ったが、辛めの赤味噌でも甘めの白味噌でもどちらでも美味しく出来上がる。水分が飛んで味噌がぽってりとしたら完成。火から外して粗熱を冷まし、清潔な保存容器に移す。冷蔵庫で1ヶ月を目安に食べきる。今日は出来上がったばかりの青唐味噌を使って3品のアレンジレシピを作る。まず1品目は鮭のピリ辛冷や汁。汗をかいた後、よく冷やした味噌だしをほぐした魚や薬味、ご飯と一緒にスルスルいただくのは夏の醍醐味だ。まずは豆腐に重しをして水切り。夏の暑さでほてった体を冷やしてくれる豆腐は夏の食卓の定番。水切りで水分が抜けることで味が染みやすくなり、他の食材とのつなぎになってくれる。きゅうりは縦半分にして薄切り。塩を振ってなじませて10分ほど置いておく。みょうがも縦半分にして薄切り。大葉は茎を落として細く千切りにする。具材の魚はサバやアジなどの青魚、干物、サバ缶など、大体どんな魚でも美味しいけど、今日は冷蔵庫にあった鮭を焼く。塩もみをして置いておいたきゅうりは、塩を洗い流して水気をよく絞る。
鮭が焼けたら骨を取って身を包丁で刻んでほぐしておく。ボウルに入れた青唐味噌を水で少しずつ溶き伸ばす。青唐味噌や鮭が旨味やコクになるから出汁なしでも十分美味しい。ここに水切りしておいた豆腐を加えてヘラで粗く潰す。焼き鮭、塩もみしたきゅうり、みょうがとしそを加えたら冷蔵庫で 1,2 時間冷やしておく。多めに作って翌日にも残しておけば素材に味噌が染み込んでより美味しい。続いてはアジの青唐なめろう。もともとは漁船の上で漁師が取れたての魚で作る料理だが、鮮度が良くなかったり脂が乗っていない魚でも美味しく食べられる料理でもある。アジの刺身に青唐味噌を混ぜ、刻んだ青ネギを加えたら完成。青唐味噌の辛みが加わることでより美味しくいただける。最後は韓国焼肉をオマージュした厚揚げサンド。半分に切った厚揚げに切り込みを入れて、中に青唐味噌を詰める。あとはグリルやオーブンでさっと焼き目をつければ完成。厚揚げサンドをより美味しくしてくれるのがごま油塩だれ。ただごま油と粗塩を合わせただけなんだけど、焼いた肉や魚、サラダなど何でも美味しくしてくれる。厚揚げにこんがり焼き色がついて外側がカリッとしたら完成。焼けた味噌の香ばしい香り、食べやすいように一口サイズにカット。これをレタスと大葉で巻いてごま油塩だれをつけながら食べる。お好みでキムチやチャンジャを一緒に巻いて食べても美味しい。冷蔵庫で味をなじませておいたなめろう、おつまみはもちろん冷や汁と一緒に食べても美味しい。冷や汁のご飯は炊きたてのご飯でもいいけど、冷やご飯ならより涼しくいただける。冷蔵庫でよく冷やした冷や汁をかけていただきます。Gonna drop me down. Words for you are nothing but a sound. Don't you see? You don't fool anyone. You're life to me. It's buried.
patterns. Too slowly, I come to realize you're not the one that I.